皆さん、イタカ、お疲れ様。イタカ殿、こちらの状況は。はい、おかげさまで苦戦はしたものの、損害は軽微です。三日月とその精鋭相手にこの程度で済んだだけ良好だった。一歩遅ければ砦の中まで押し込まれ、ここが落とされていた可能性もありましたね。実際あのまま三日月が引かなければどうなっていたか。アーティさんは、よかった。お怪我はないようですね。あれくらい大丈夫やい。もうすっごく楽しかったな。三日月相手に楽しかったか。アーティならではの感覚だな。私は、三日月がアーティさんの目の前に現れた時、心臓が止まるかと思いました。あそこで引かなかったことは無茶が過ぎます。もしお怪我などされたら。無茶しているつもりはないけどな。心配なのです。あなたの身にもしものことがあったら、私は。気持ちは理解できますが、アトイもかなりの強者、いささか心配しすぎではないかと。どうしたのですか。難しい顔をしていらっしゃいますけど。オシュトル殿、そのことについてお話があります。少しよろしいでしょうか。妙に改まっていかがなされた。はい、次の戦からアーティさんを外してもらえませんか。何、うちを外す。アーティは我らが勢力の要、彼女を外すとなるとそれだけ戦も厳しいものになる。それは承知の上です。私も及ばずとはいえ、モノノフの端くれ、この命に変えてでも彼女の抜けた分は支えてみせます。ですから。もしかして砦についてから何かあったの？どうしてですか？西将さんとお話ししてたでしょ。あの後少し様子がおかしかったから。そうやね、確かに。なんか浮かない顔してたけど、なんかあったんや。そういえばあの時、二人とも気がついていたのか。何があったか聞かせてもらえぬか。詳しい理由が知りたい。わかりました。あの時私があの場所を後にしたのは、父の亡骸と対面するためです。イタク殿の父、魔国王のことか。父は残存兵力をこの砦へ逃すために、そして私がエンナカムイへと向かう時間を稼ぐために、あえて自ら戦場に打って出ました。私を脱出用の隠し通路へと押し込み、魔国を頼むと言い残したのが最後でした。父の死は受け入れたつもりでいました。ですが、昨日父の亡骸を目にし。そうか。守るために強くなったはずなのに、逆に守ってもらう始末。父は私に希望を託し、那国の民を守るために散りました。私はあの頃、子供の頃よりも強くなった。でも何もできなかった。父も助けられなかった。これ以上何かを失うことに、私はもうアトゥイさんを、私は。私はアトゥイさんを失いたくない。彼女を守りたいんです。アトゥイさん、あなたにはずっとそばにいてもらいたい。いやいや、その気持ち
わからなくもないが。申し訳ありません。私の言っていることがただのわがままだということは承知しています。ですがどうかご検討。男は女のためならどこまでも強くなれるって聞いたことがあるけど、そんな感じなのかな。どこまでもまっすぐで、なんだか素敵です。うむ、あっぱれじゃ。その息やよし。なんと純粋な、古き良きモノノフを見ているようだ。アトゥイもここまで男に思ってもらえるとは、女冥利に尽きるな。本当、憧れてしまいます。私もそうなってみたいです。憧れなくてもあなたは、うん、おとなしくしておいて。これ以上頑張るのは怖いから。やはり女というのはこういった話題が好きらしい。自分にはよくわからんが、とにかくこの話はここまでだ。今はこれからどうするかだ。三日月将軍の襲撃をかろうじて退けた那国の王子イタクは、時の利を無駄にはしなかった。正当なる王位継承者として那国奪還の兵を挙げるや、直ちにその旨を大和中に通達。さらには天使アンジュの名のもと周辺諸国に挙兵を呼びかけた。諸国の王たちが手にしたアンジュの勅使は孫うことなき本物であり、それがさらなる動揺と疑念を呼ぶ中、中立を表明していたシャッホロ王ソヤンケクルは、那国の劇を義挙であると賛辞、ついに挙兵を決断した。シャッホロの参戦は大和中を震撼させ、戦況に少なからず影響を与えることとなる。まさに事態は風雲急を告げ、那国の命運をかけた攻防戦がここに始まろうとしていた。先日の襲撃では幸いにも怪我人は少数で済んだのです。この程度の被害に収まったことは不幸中の幸いだと思うべきか。はい、我々の到着が遅ければと思うとゾッとします。この砦に残っていた戦力では太刀打ちできなかったでしょうから。急いだ甲斐があったね。戻った時には全滅では目も当てられないところだったからね。ともあれ、合流したことで朝廷軍と渡り合える戦力はできた。それでこれからどうするつもりなんだ。そうじゃオシトル、何か考えはあるのか。本来は石膏の報告を待ち、敵の動向を把握してから仕掛けるつもりでしたが、もはやそういうわけにもいきません。それなしにも思うところはありますが、まずは皆の考えを聞かせてはもらえぬかと。うむ、そうじゃな。このままじっとしてるよりさっさと戦いに出た方がいいと思うえ。確かにアトゥイの言う通り、万全の体制でなくともこちらから仕掛けるのは悪くない。正面から攻め込むことに依存はありませんが、
朝廷が占領する首都ナーラは堅固な城都です。その城壁は分厚く、破るのは容易ではありません。おそらく朝廷は我々をあえてナーラにまで引き寄せた上で消耗戦を仕掛けるでしょう。向こうには分厚い城壁という強力な盾があるわけですね。となると敵の本体と互角にとはいかないでしょう。その通りだ。同じ戦力を持つのなら攻めるよりも守る方がたやすい。待っている方は罠でも何でも張れるもの。それを破るのはちょっと骨が折れると思うな。無理をせずに援軍を待ってみるのはどうでしょう。その件は以前に話し合われた通りなのです。すべて陽動に使っているのです。エンナカムイの守備兵や退役兵を集めれば若干の増援は可能ですが、そもそも兵をここに呼ぶ時間はもうないのです。この砦に我々が集結していることは敵にも知られています。次に出てくる時は向こうも数で押してくるのでは。その上この砦は守りの要である城壁も破られている。増援を待つ間に攻め込まれ、そのまま追い詰められるのは目に見えているな。おいおい、これじゃ八方塞がりじゃない。オシトル、どうなのじゃ。何か良い策があるのであろう。増援を待つのも正面突破も苦しい。となれば今取れる最善の手は一つ。まずはこちらのほぼ全軍をもってナーラまで攻め上っていく。城都での戦が始まると同時に、地下通路で潜入した別動隊が敵の本営があるナーラ城内へ奇襲を仕掛ける。そしてその混乱に乗じてさらに兵を引き入れ城門を制圧。門を開き味方の軍勢を迎え入れるのだ。いくら固い城壁でも内部から手引きをする者がいれば意味をなさぬ。城門さえ制圧できれば奴らは浮き足立つ。こちらの勝利は確実なものとなろう。待て、そんな方法があるのか。城内に入るなんて一体どこにそんな道があるのですか、兄様。道ならあるだろう。イタク殿が脱出する際に使ったナーラ城と外をつなぐ通路が。ああ、そうか。そこを通れば。その道を通れば敵軍と交戦することなく内部に奇襲を仕掛けられる。でも大丈夫かな。あっちも抜け道があるってことは知っているし、すでに塞がれているかも。その心配はありません。全ての通路を塞ぐというのはまず不可能。ナ国の地下はまるで迷路。どこにたどり着くかもわからないほど複雑です。それに城内から外へとつながる通路はまだ敵に発見されていないものがいくつも存在します。わずかな人数で王族が使う秘密の通路を行けばまず見つからないでしょう。突拍子もない策かと思ったが、これならやれそうじゃない。城内に潜入するだけなら今でも可能だと思います。潜入するだけならと言ったか。その先のことはこちらで何とかしないといけないわけだな。はい、抜け道は発見できずとも城内では我々が潜入してくることを警戒しているはずです。なに、贅沢はいいっこなしよ。待ち伏せ上等じゃない。うむ、いざとなれば蹴散らせばいいだけだ。要するに城都の外から攻め立てるだけでなく、
地下通路からも城内に奇襲を仕掛ける。そして混乱に乗じて城門を開き全軍を突入させるというわけですね。ああ、それで間違っていない。イタク殿、この策他に問題はあるか。城門を制圧するには多くの兵が必要です。ですが私が脱出の際に使った通路では少数の兵しか連れて行くことはできません。それゆえ城壁の外に展開する友軍と連携し多くの兵を中に引き入れる必要があります。どうやるかだな。相応の規模の抜け道を使うことになりますが、そのような大勢の兵が侵入できる抜け道は内部からしか開かなくなっていて、ナーラ城の管理下にあるのです。当然といえば当然か。城内の混乱に乗じて誰かが中から開かねば抜け道は使用できません。つまるところ、ごく少数の命知らずがナーラ城内に潜入しかき乱さねば何も始まらぬというわけだな。そうなります。そしてもう一つ、外から城内へと行ける隠し通路ですが、通路の入り口がこの砦からは随分と離れていて、陸路で行くには朝廷軍と剣を交えなければなりません。こちらの狙いを気取られぬためにも隠し通路へは回路を取るしかないというわけだな。やはりここはソヤン・ケクル殿の協力を仰ぐしかあるまい。トト様に？おお、ようやく私とシャッホロ勢の出番というわけだね。ソヤン・ケクル殿、貴殿には敵を引きつけるために首都ナーラ沿岸で派手に暴れ回ってもらいたい。海上からの襲撃が地上を行く主力軍の援護となり、地下通路を使う意図も隠せるというわけだね。さよ、我々は小舟を使い直接地下通路の入り口へと乗りつける。そして一気に地下を通り抜け奇襲を仕掛ける。海上からの援護だけでいいのかね。話を聞く限りではそれだけで済まない気もするが。さすがに見通しておられる。海上で敵を引きつけた後は主力と合流し全軍の指揮を取っていただきたい。ソヤン・ケクル殿は経験豊かな将であり、那国の地勢にも明るく、八中将として兵たちにもその功名は鳴り響いている。この任はソヤン・ケクル殿にしかできないと考えます。随分と買いかぶられたものだが、つまるところ首都ナーラ攻略の指揮を取ってほしいというんだね。ソヤン・ケクル殿が外で指揮を取ってくださるのであれば、それがしは城内への奇襲に専念できます。おお、勇ましいことだ。一番危険な敵の懐に自ら飛び込んでいこうというのか。気に入った。この大役引き受けようじゃないか。もともとこの話を持ち込んだのは私。那国に肩入れした時から覚悟はできている。最後まで付き合うさ。ありがとうございます。八中将の力お借りいたします。ああ、こちらの方こそよろしく頼むよ。君たちに我々の命を託そうじゃないか。トト様こそ下手打って味方の足引っ張ったら承知しないえ。我が娘ながら手厳しいね。これで策は立てた。だが完璧ではない。敵の動きに不安が残る。オシトル、何か気になることでもあるの？難しい顔をしてるけど。こたびの夜襲についてだが、三日月の力を考慮に入
た。あの見事な手際、相手方の采配師はただ狡猾なだけではなく、かなりの逸材と見た。十分警戒しなくてはならない。砦への襲撃がなければまだ攻めに焦ることもなかったでしょうからね。この戦、相手の采配師の裏をかき切れるかどうかが戦の分かれ目となる。ならば自分は先んじて、さらに策を巡らす必要がある。何らかの理由で皆がナーラ城内で足止めを食らった場合、この策は破綻する。城外の味方を引き入れることもかなわず、袋のネズミとなり自滅することになるわけか。もう一手か。この策が読まれていた場合に備え、敵に先んじる一手が必要だが。なあオシトラン、それならうちにいい考えがあるんやけど、聞きたいけ？いい考え。うん、それはな、どうかな、いい考えやと思え。なるほど、悪くない。それであれば外部との連携は取れるわけか。うまくいけばこの戦の勝敗を決める一手になる。わかった、アドイ、その策任せたぞ。私は反対です、危険すぎる。そのような役目アトゥイさんには。大丈夫やって、ほんと心配性やい。すまぬ、イタク殿。現状この策が一番確実だ。無下にするわけにはいかない。それはそうですが。猶予はない。明朝、夜明け前に出発する。おのおの準備を怠るな。この一戦に我が魔国の命運がかかっています。皆さんの力どうかお貸しください。策は動き始めた。この戦必ず勝つ。だがその前にもう一度アドゥイと話をする必要が。それで守備はいかようか。上々でおじゃる。かの砦の守りを担う壁は破壊され、丸裸となったでおじゃる。オシトルどもはそのまま砦に駐留、いずれ次の手を打ってくるはずでおじゃる。予定通りか。三日月に打たれるのも一興ではあったがな。幕引きは今少し待たねばならぬか。敵地の、しかも守りのない砦でさらなる増援を待つ武をオシュトルは犯さないでおじゃる。すぐにでも砦より攻め上がってくるでおじゃろう。次はナーラの守りを破るか。なればマロロ、分かっているな。御意に、マロはそれを迎え撃ち、キャツの首必ずや我が手で上げてみせるでおじゃる。貴様の宿坊は承知している。その機会を与えると約束もした。だが俺の下した命を忘れてはおるまいな。ご詰めに貴様を残しておいたのだ。よもや抜かりはなかろうが。すでに準備万端でおじゃる。後のことは全てお前に任せている。我が期待を裏切らんことだ。次に打つ手は明白。もはや奴の命運はマロの手のひらの中でおじゃるよ。あやつの策に足元を救われ、せっかく握ったものを手のひらからこぼさぬようにな。ありえぬでおじゃるよ。我が誇りにかけて必ずや。よかろう。
良き知らせが届くのを待っているぞ。さあ、はよ、はよ来るでおじゃる。おしとる、おしとる。アディ、少し良いか。はやや、もうすぐ出陣やのに難しい顔してどうかしたのけ？少し話をしようと思ってな。武器の手入れか。そうやい、しっかり準備しとかんと戦を楽しめんようになるからな。それにちゃんと手入れすればこの子もうちの言うことに応えてくれるんやい。すまぬ、また力を借りるぞ。もうなんなん、こんなに大きな戦参加しないともったいないもん。戦前だというのに無邪気というか、いや、これがアトゥイのいいところか。だが今回は本当に良いのだな。え？何のこと？別に調子もいいし、どこも壊れてないよ。獲物の調子を聞いたのではない。イタク殿の言葉、あれには従わないつもりなのか。誰でもいつかはコロンって言ってしまうんよ。どんなに強くたってそういう時が訪れるのには変わりない。イタカーンがやっていることは意味ないと思うけどな。相変わらず生死に関する部分は恐ろしいほど達観しているな。なあ、イタカーンはなんでそんなにうちを心配するのけ？さっきもすごく反対されたし、あのお兄さんの思ってることがよくわからん。お前を思い守ろうとしているのだ。彼に近しいものはこの戦乱で随分と亡くなった。どういうこと？戦で人が死ぬのは当然やい。つまりだ、お前を失いたくない、死なせたくないということだ。思い人のアトゥイのことをな。イタク殿の意思を尊重してやってもいいのだが、それは各々の自由だ。それがしが口を出せることではない。だがアトゥイも考えてみても良いのではないか。やっぱりよくわからんな、オシトルハンの言ってること。では身近な人で考えてみたらどうだ。例えばソヤン・ケクル殿、アトゥイの父君が死んだとしたらどう思う？トト様が、か、葬式とか大変やね。多分友達とかいっぱい来るし、ちょっとめんどくさいな。めんどくさい、その一言で片付けられるとはソヤン・ケクルも浮かばれないな。それではルルティエやネコネ、クオンなら、彼女たちが戦の中命を落としたとしたらどうだ？ルルヤンにネコヤン、クオンハンが、なあ、これ嫌やな。なんや、もやもやする。もやもやする。
のか。うん、落ち着かないような、胸の真ん中がキューってなる感じ。それは大切な人を亡くしたくないという思いだ。その感覚わかるであろう。うん、なんとなくかな。イタク殿はその思いを抱き、アトゥイを守ると言ったのだ。そのことも胸に刻んでおくのだ。それから自分の行動を決めるのも遅くないのではないか。もうすぐ出陣だ。気持ちの整理だけでもつけておくのだ。大切な人を亡くしたくないって気持ちか。それじゃオシトルハンがいなくなったら、前にもあったな、こんな感覚。お兄さんがいなくなった時やったっけ。そっか、これ奈良沿岸に精鋭ありとの知らせ。その船、ソヤンケクルのものでおじゃるか。はっ。精鋭は超巨大にして乗員は戦闘準備を整えているとのこと。よう、動いた。オシトルが動きおったでおじゃる。マロロ様。近海に船ならばすでに入っているでおじゃる。もはやキャツの首は取ったもとです。全軍に通達、手はず通り迎え撃つ準備をするのでおじゃる。はっ。さあ始めるでおじゃる。見ていてほしいでおじゃる、我が友よ。マロがあだを、その命を刈り取る様を。この道って本当に合っているんですか。大丈夫です。しっかりと正しい道順で進んでいますよ。ですが私には行く道全てが同じに見えて。キュールの言う通りなのです。この地下道どれも同じ作りの通路になっていて、どちらに進んでいるかわからないのです。よそ者の侵入を防ぐ迷路になっているのだな。よくできている。これはイタク殿の手引きがなければ奇襲もかなわなかったな。心配することはありません。そろそろ終盤に差し掛かっています。それならいいのですが。不安を感じているのか。今からそんなことでは戦で敵に足元を救われるぞ。はい、ですが。警戒しているのはわかる。地下道の出口ばかりか。すぐ先に敵兵が潜んでいるやもしれぬのだからな。今までの相手方の周到さからすれば守りを固めていてもおかしくないはずですからね。おいおい、ここまでの道中楽に来られて喜ぶところじゃない。ま、このまますんなりとことが運びそうにはないがね。上は大丈夫かな。ここがこんなに静かなのも
ソヤンケクルは敵を引きつけている証拠ではないのか。トト様は強いからな、簡単には待ってないと思う。へ、ひょっとしたらもうナーラの城門近くまで攻め上がっているかもしれん。ですが我々が内側から守りを開かねば、いかにソヤンケクル殿といえどもいずれ敗走は免れないでしょう。時間稼ぎにも限度がある。急がないとな。みんな雑念を捨てるのだ。他人の心配をしている場合ではない。着きました。あそこが出口です。あの岩戸を開けば城内に続く広間に出ます。いよいよか。それでは各自役割は分かっているな。特にアーティ、そしてイタク殿の二人任せたぞ。手はずは先ほど話した通りだ。うん、任されて、しっかりやるからな。分かっています。何があろうとも必ず。イタクは納得いかないだろうが、この策に自分はかけたのだ。ここで引き返すわけにはいかない。行くぞ。この戦、鍵はこの一戦にかかっている。こちらです。皆さん、ここから入ります。抜けたか。おお、本当にこんなところまでつながっているとは。聖女、お静かに。ここはすでに敵地でありますゆえ。もう、そうじゃったな。じゃが誰もおらぬぞ。まさか玉座の間がもぬけの殻など、まずありえない。予定通りなら、ソヤン・ケクル殿はすでにこのナーラまで攻め上がり、城都攻略に着手しているはずだ。だとしたら城内は臨戦態勢で慌ただしいはずなのです。外の軍勢につられて出払っているのであろう。そうだったら手間が省けるんだけどね。不気味だな。だがこのままじっとしているのも時間が惜しい。予定通りにことを進めよう。わかった。ならば早速。出口を塞がれた。なんだ、何が起きている。呪法のようですね。しかしこれはまさか。どうやらお出ましかな。へえ、どうやら歓迎の準備万端って感じじゃない。そうらしいな。何もないとは思っていなかったが、やはり待ち伏せされていたか。ようやく出てきたでおじゃるか。待ちくたびれたでおじゃる。誰じゃ。その声いるでおじゃ。怪我はありませんか。いきなりご挨拶なことじゃない。名乗りもあげないつもりかい。なぶり殺そうというのか。だがこの程度で。おお、お見事でおじゃる。
と言ってもさすがにこの程度で倒れてもらっては困るでおじゃるが。いい加減姿を現したらどうだ。マロロ。いやはやバレてしまったでおじゃるか。やつです。やつが我が祖国を落とした采配師。やはりお前だったか。久しいでおじゃるな。変わりないようで何よりでおじゃる。お前は随分と様変わりしたな。見違えたでおじゃろう。まがまがしくて怖い顔。前の化粧の方がいいと思うのだけど。これは化粧ではないでおじゃる。抑えられない心のたぎりが現れているのでおじゃるよ。強くなった。私たちが知らない方法で呪法の許容量が大きくなっています。何があった。以前のマロとは全然違う。まるで炎があいつの顔に宿っているように見える。どうしたでおじゃるか。久方ぶりの再会、もっと語り合いたいでおじゃる。マロロ、なぜこんなことを。それがしはお前が来るのを待っていた。マロもこの時が来るのを待っていたでおじゃる。友を殺め、王位の簒奪を図った逆賊をこの手で討ち取る時を。友を殺めって。マロ、何を言っているのだ。オシトル殿、マロにはすべてお見通しでおじゃる。ハク殿を殺したのはオシトル殿でおじゃろう。そんなことあるわけないのです。マロにはわかるのでおじゃる。今そこにいるオシトル殿はもはや別人であると。オシトル殿は変わってしまった。謀反を起こし国を乗っ取ろうとするまでに。だから邪魔になったハク殿をその手で。マロにはその光景がはっきりと見えるのでおじゃる。オシトル。大丈夫か、オシトル。なんとか。しっかりしろ。お前がこんなところでくたばるような玉か。それにしよう。そこまで買ってくれるか。当たり前だろう。ならば一つ尋ねてみるか。なんだ、こんな時に。もしそれがしがここで倒れたならば、それがしの後を継いでくれるか。何バカなこと言ってる。答えてくれ。ああ、断る。自分にそんなことができるわけないだろう。これが答えだ。だからお前はこんなところでくたばってる場合じゃないってことだ。分かっただろう。そうか。ならば
まだ死ぬわけにはいかんな。すまぬが、体を支えてくれるか。それでこそオシトルだ。ほら、立てるか。遠慮するな。もっとこっちに体を寄せろ。そうさせてもらおう。前に立ちはだかるであろう敵だ。まだ大きく育たぬうち刈り取ってしまうのが上策。我が友、安心するがよい。お前の分、この私が生きてやる。貴様、黙って聞いておれば、オシトルがそのようなことをするはずがないのじゃ。しかし、当のオシトル殿は随分と動揺して見えるでおじゃるな。まあいい。口も聞けぬ罪人を相手にするのはもう終わりにするでおじゃる。やめろマロロ、バカな真似はよせ。さあ構えるでおじゃる。やむを得ぬ。兄様、マロロは分かっている。だが今の奴に言葉は通じぬ。ならばただ言葉を聞ける程度に懲らしめる、そういうことかな。姉様、ほら泣きそうな顔をしないで。ちょっと目を覚まさせるだけだから。奴を捕らえる。痛くなる。それでよいな。オシトル殿に事情が終わりなら仕方ありませぬ。かたじけない。果たしてあいつを説得したとして元のマロに戻れるのだろうか。だが今のままでいいはずはない。な、自分の取る道は一つしかない。行くぞ。マロロを捕らえ、門を開く。さあ、その首取らせてもらうでおじゃる。